間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。皆様からのお問い合わせで、音量のある楽器が欲しい、あるいは今持っている楽器は音色はいいのだが今一つパワーがないので、もっとパワーのある楽器が欲しい、そのようなお問い合わせやご要望をいただくことが少なくありません。確かに音量が小さい楽器、鳴らない楽器、あるいは無理をして弾かないと大きな音が出なく、結果的に音を潰してしまったり、音を濁らせてしまったりする楽器、そのような楽器では良い演奏はできないと思います。しかし音量がありさえすれば問題は解決するのでしょうか。音量があればいい楽器と言えるのでしょうか。それについてもう少し掘り下げて私の考えを述べたいと思います。